こんにちは、プロドリフチャンネルです。肥料っていっぱいあってわからないですよね。それと時々活力剤やってなんていうこともありますよね。実は肥料と活力剤っていうのは全く違うんです。何が違うかっていうと、調子が悪くなった時は活力剤をつけて元気にする。そして調子のいい時、元気のある時はそれ以上によく大きく育てるということで肥料をやるんです。だって我々だって調子は悪い時に元気元気って言って脂っこいものばっかり食べないですよね。だったら調子悪い時には点滴を打ったりとかというようなことをして元気をつける。だからまずは基本の状態にまで持っていく時は活力剤、さらにもっともっと元気をつける時には肥料、うまくその2つ使い分けて使ってみてください。だから時によっては調子の悪い時に肥料をやってる人いるけど、それはダメなんですよということを覚えておいてくださいね。